上田直司は、江戸時代初期の武士、通称は現場、福山藩門戸の一人家老を務めた。水野勝利、勝貞、勝主三代にわたり、家老を務めた、上田玄馬直重の長男として、福山藩に生まれた。弟は、上田影湯直貞で、同じく、福山藩家老を務めた。家老は、祖父の上田白江門の時代で900国であった。 直おは土木工事に精通していたことを見込まれ、家老と平任して、監拓奉行に就任し、福山城下沖の監拓を受け負った。1671年、川口村の監拓を完成させた。その後も家老を務め、1676年9月14日に、没した。海名は未、聖陰連地道有日清大古寺。子孫は1698年に、 水の毛が海域になると老人となった。墓所は日蓮州放課神山実装寺にある。川口村など、干拓によって造成された地域では、直寺は干拓の父として敬われ、現場者に祀られた。現在も福山市東川口町に上田現場直寺の日があり、当時の功績が伝えられている。福山藩。2021年3月2日閲覧。 放課神山実装時、2020年3月2日閲覧福山市公式サイト2021年3月2日閲覧ありがとうございます